県は、新型コロナのオミクロン株に対する国の水際対策に協力するため、県内の宿泊療養施設を提供したと発表しました入国後に空港の検疫で陰性になった人が、一定期間待機するために使います。県によりますと、県内の軽症者向け宿泊療養施設として確保していた1250室のうち、500室を国に提供しました。 海外からの入国者が空港で検疫を受け、陰性になった人が一定期間待機するために使われます。県によりますと、入所する人は県内の在住者に限られるかどうかはわからないということです。オミクロン株をめぐっては、今日新たに空港検疫で8人の感染が見つかり、国内での感染確認は12人となりました。